演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらドミノピザのカレーチーズピザを食べたいと思います。と言ってもこういうメニューは実際にあるわけではないんですね。今回ちょっとドミノのプレーンピザを初めて注文して、そのプレーンピザの上にこちら業務スーパーで買った振りかけるチーズ、そして以前紹介した何にでも合うカレーをトッピングしたものです。というわけなので、ちょっと新メニューかなと思った方残念でしたね。申し訳ありません。もしそう思われた方いたら誤解を解いておくため謝罪いたします。で、それでさらに焼いてみたものです。なのでちょっと端々が焦げ焦げになってますが、どんな感じなのかな。おっとっと、カレーが、おっと、意外とカレーがのドローとしてないな。まあ元々レトルトカレーだからな。では、いただきます。このカレー本当にピザにも合いますね。いい感じに染み込んでる。でもチーズだけがちょっと甘かったかなって思う部分もある。まあそれは自分のミスか。それだけではなくて、ちょっとデザートも買ってあります。こちらがカスタードパイ焼き、こちらが期間限定のミルクレープですね。ちょっとこれ日本語悪い、ミルクレープですね。で、ミルクレープ期間限定なので、もし動画が上がってる時点で注文できなかったら申し訳ございません。なんか申し訳ございませんばっかりでなきます。では早速いただきましょう。カスタードパイは、おお、砂糖コーティングがしっかりされてますね。ではいただきます。やっぱりドミノピザはピザ屋だけあって焼き技に定評があるみたいですね。パイがサクッとしてる。ミルクレープもちょうどいい感じにとろけてる。最初に食べたこちらの自作チーズカレーピザは、カレーがピザ生地にうまく染み込んでいて、カレーの風味がうまくすごく効いていて、とっても美味しかったのですが、ちょっとチーズが思ったよりこうカリカリになってなかったですね。下に水分の多いカレーが入っているがゆえなのか、それとももうちょっと焼きが足りなかったのか、改良の余地ありですねこれは。でもカレーが好きな方、ピザが好きな方にはぜひ試してほしいです。ピザの味もカレーの味も邪魔しなかったので本当に美味しかったです。というわけで、ちょっと手前味噌のような気もしますが、こちらのテイストとさせていただきます。で、こちらのカスタードパイはさっくりとした程よい音が聞こえるカスタードパイの、中からカスタードクリームがとろっと出とろけ出てきて、それの甘さがまた絶妙で美味しかったです。やっぱりピザ屋さんなので焼く技術には定評があるのでしょうか。このパイをもっといろんな味で食べてみたい、そう思えるパイでした。というわけで、こちらのテイストとさせていただきます。で、最後のミルクレープ、こちらも冷凍で届いてたんですけど、食べる頃にはちょうどいい感じに溶けてアイスクリームを食べているような、そんな気持ちになれるミルクレープでした。多分みんなでピザやって最後にその頃にはちょうどいいようにっていう風に計算されてるんでしょうけど、で、冷たいんですけどクレープ生地の食感もしっかり感じられて、きちんと層になっていってお互いを引き出し合っていて良かったです。こういう風に層になれるような人気と自分も見つけたいなんて何言ってる自分は。というわけで、これもこちらのテイストとさせていただきます。だから最後にちょっと恥ずかしいこと言いましたけど、はい、というわけでドミノピザの3品美味しかったです。カレーピザぜひ試してみてくださいね。それでは、森林浴、恋の病や癒せるの、難しいような気もするな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。